こうやまです。ふみです。わっ、てびです。今回慶応義塾大学薬学部をやってきました、はいはい、ました千葉キャンパスですね。ですね、はい、はい、港区役所の隣、建物もめちゃ豪華です。で、すごいですね。今回やる企画、はい、慶応義塾大学薬学部大調査やってきます。はい、薬学部特集第2回目、はい、前回星薬から行きましたと。そうですね。で、薬学部界の頂点、はい、私立トップの慶応薬学部、はい、一体どんな薬学部なのか、はい、調査していきたいなと思ってます。はい、まあ、あいにくの雨ですけどね、はいはい、僕らの命がけでキャンパスをしてるんで、はい、皆さん最後見てください。チャンネル登録、高評価、概要欄、Twitter もお願いします。それでは薬学部大調査、わかって TV。はい、男の子見てました。はい、はい、実際慶応薬学部、やっぱ薬学部の中でも環境はいいんすか？他の単科大、お、はい、薬科大よりはやっぱりキャンパス小さいんで、あ、小規模、慶応から見放された学部。やめろお前、はい、慶応が買収したんだよ。あ、そうだよ。昔はね、共立女子だったんですね。あ、元エフランってことでいいんですか？やめろお前、おい、名門女子大。名門女子大、はい、慶応薬学部と他の薬学部の違いみたいなのあったら教えてほしいんですけど。環境的には正直良くないと思います。お、そうなの？体育館とか結構小さいんですよ。体育館が小さい、はい、本当に体を動かす機会がなくて。あ、なるほど。運動不足、残念だなって。残念。確かにフィールドはなさそう。いや、確かにね、ビルキャンってことだよね、要はね。いや、だから場所がね、エグすぎる。ちょっと地図出しといてほしいんやけど、確かにそうそう、ほんまにあの東京タワーめっちゃ近くて、そうそうそう、あの港区ど真ん中なんだよ。いや、まあ、場所はめちゃめちゃいいんですけどね。受験は難しい、慶応薬学部。英語も難しかったし、うん、科学の配点が結構高かった。科学の配点がでかい、利益の高校決定とか、うんうん、まあ、なかなか厳しかったなっていう。なるほどね。ちなみに言っとくけど、慶応薬学部で数学 1A、2B まででいいから、それでも戦えます。やめろお前。薬学部の方見つけました。はい、何年生ですか？6年生で、はあはあ、ほんまに慶応、はあ、その辺の港区女子出てきたぞ。やめろお前。もう一般の薬学部生、はい、なんかやられてるんですか？インスタとか YouTube 頑張って。どんな名前で？薬学部かなで前はやってます。薬学部かなさん、はい、慶応薬学部、うん、どんなところかって聞いてるんですけど、はい、私あんまり薬学部に友達いなくて。おら、外にね、活動忙しいんですけど。平YouTuberだろ。やめろお前。結構忙しい薬学部。今研究室なんですけど。研究室所属、うん、一番楽なところに。あ、楽な研究室、はい、一応軽く実験していて。あ、実験軽くすんねや。そんな実験聞いたことないんだけど。マウス、あ、マウスを使って。お、かわいそうやな、そのマウス。いやいや、軽く実験されるマウス。まあまあ、まあ、ちょっとお姉さん多分言い方がフランクなだけで、はい、言い方が語弊があります。マウスに痛い物質を注射してどれぐらい痛がって。その言い方悪いな。でもそれが人間に役立つのね、最終的にね、はい、ちなみに全然関係ないですけど、高校はどちらなんですか？つくふで。うわお、え、つくふなの？つくふ、やば。なんでその慶応の薬を選んだの？確かに薬しか受からなかったって。あ、なるほど。え、じゃあ国公立も狙ってた？東大とか。一応東大受けました、ね、あ、東大落ち。東大落ち結構多い。あ、そういうことか。あ、そうです、そうです。おお、薬剤師なんてほんと3割ぐらいしか。あ、そうなん。星薬科とかやったら多分みんな薬学部やとか薬剤師やん、はい、慶応薬は結構そういう化粧品業界とかいろいろ考えてる。 MR とかもいるんかな？あ、もういます。あ、せっかくなんで、はい、ちょっと慶応薬学部の恋愛事情も合わせて聞きましょうか、はい、うん、6年間もいるから、はい、うん、やっぱり同じ学部で2人目3人目ってっ気まずいじゃないですか。あ、なるほどなるほど、はい、別れた後とかね、うん、1年生の時に何かあって、うん、亡くなるパターンが多いです。あ、もうそこから踏み出せないというか。他の学部に行く。なるほど。そこに行く。じゃあその一人目間違えたら二人目さんにも行けないよと。あ、私。あ、お、何何何。あれ、私なんか、あれ、今のはもう。なんかあるなー。私ちょっと。はい。一人目間違えた。言うな言うな。すごい痛がる彼氏やったかも。やめろお前、ほい、ラットじゃねえんだから。実験しねえよ。実験してくれよ。はい、男の子見つけました。はい。はい。実際どうですか、慶応の薬学部は。芝かみと呼ばれてて。え、芝かん。どういう意味でですか？勉強が厳しすぎて。あ、勉強厳しいんだ。それに留年とかもするし。どんぐらい忙しかったですか？試験科目が1回に10科目とか、うん、10科目の試験がある。共通テストより多いね。ね、いや確かに。え、なんで慶応の薬学部選んだんですか？ネームバリュー。ネームバリューで、ね、国公立落ちが多いのか、うん、それとはもうなんか私立専願で慶応みたいな感じなのか、うん、圧倒的に国公立落ちが。あ、そうなんや。え、何パーぐらい？6割ぐらい。あ、6割ぐらいは国公立落ち。どこ落ちが多いんですか？東大、東大落ち、うん、あと薬学部じゃないんですけど、うん、東工大とか。東工大、はあ、
東工大で工学部行きたいのになぜか慶応薬部受けてんねや。あ、まあ、まあ生命系行きたい人とかね。あ、なるほどね。資格取りたい人がいるでしょ多分。なんか手堅く東大とかできなかったら資格で薬学部、うん、なるほどなるほど。慶応薬部も何年生？2年生。どうですか慶応薬学部は。有名な先生もいて、まあ、日本でなんか認められてる研究室とかも結構あって、そうなの。有名な先生ってのは例えばどういう実績のある先生なの。ハーバード行ってから。誰ですか。熊谷先生。熊谷先生、はい、東大からハーバード。すごいな。すげえな、はい、めっちゃすげえ。肩書きだけ綺麗やな。やめろかよ。お兄さんは結局慶応専願っすか。なんかどんな感じですか。あ、SSC からなるほど。そこが慶応の湘南高校、はい、推薦でエスカレーターで上がったってことや、はいはい、どうですかエスカレーターは。何の話お前。付属校からの薬学部の人気はどんなもんなんですか。夜間科は140人で1人。おお、あ、それは人気なの。そんなに枠が少ない。まあ枠は多分医学部は少ないんですよ。あ、まあ、ね、医学部が人気でその次薬学部ぐらいなこと。そうです、ね、おすごいやん。じゃあ学科は何があるの。そういえばそもそも薬科学科と薬学科科に。薬科学科と薬学 科で薬学科が薬剤師6年間。薬科は4年間そうです、うん、っていうことですよね。200何人が全員なんですけど。あ、全部で、ね、で60人ぐらいが薬科学科。あ、薬科だ。そっか、なるほどね。薬科学科の人たちの進路はどんな感じなの。企業とかに就職する人もいるけど、大学院とかにまあ行く人は少なめっていうか。あ、そうなんだ。あ、でも大学院しよう。大学院も慶応行きたい。いや、まあちょっと東大の方に。マジ東大に行きたいの。中高大までエスカレーターできたのに急にやかましいよ。なんかこう明日から使える豆知識みたいなないですか。え、例えば今ちょっと持ってるんですけど。お、何、はい、今ちょっと破れてるんですけど。ブドウ糖。ブドウ糖ですね。これ脳にいいんや。はい、脳にテスト前とか結構いいです。あ、マジ。え、じゃあこれビーヤマ食べたらビーヤマの脳にもめちゃめちゃいい。あ、いいですね。え、これもらっていいですか。じゃあいいですよ。はい、はい、俺もこれで頭良くなれるんや。嬉しい。え、今でもちょっと怪しいぞ。そんな一つ星いけるか。うん、え、うん、うん、頭良くなりすぎてアインシュタイン。じゃあ慶応薬学部生見つけました、はい、慶応薬学部入って思い出とかなんかできました。確かに薬学部だけ、はい、その1年生の頃に行事みたいのがあるんです。そうなんや。楽しそう。高校の運動会みたいな。みんなで1年生の時にみんな集まって、コスプレリレーだとか。コスプレリレーいいですね。レクリエーションボールとか。それで小学生かなみたいな、5月ぐらいにやるんで、はいはいはい、みんな仲良くなろうぜみたいな。あ、いいやんそれ。感じでクラス T シャツ作って。おい、クラティ見せつけの絆。やめろお前。おい、クラス T シャツでいろいろ問題があると絆がちょっと危ない感じになったり。こういうこと。そのクラス T シャツで問題がある、うん、僕たちのクラスちょっとネタに走っちゃって、はい、黄色チャートの T シャツだった。なるほど、黄色チャートの T シャツ。あ、いや面白いよ。俺は好きよそういうの。一部にはめっちゃ受けましたけど、はいはい、やっぱり女子とか。あ、こんな着たくないよ。俺結構黄色チャート着てる女子とか見たいけどね。やかましいよお前。クラス T シャツの集金とかするじゃないですか。なるほどなるほど、うん、T シャツ代が高えよみたいな。まあ、ちょっとお金払う時も嫌な顔されたり。その日しか着ないでしょ。お前は毎日着るかもしれないけどさ。皆さんの黄色チャット T シャツ預かります。預かります、はい、何年生ですか。4年生。6年生です。おお、6年生。ここは何つながりですか。研究室つながり。お、研究室プラスもう高校の、高校。あ、高校も一緒で、はい、高校は工業記者っていう。工業記者、目黒。都内の市民、はいはい、どういうところですか、慶応薬学部は。一言で言うと、うん、まあよく言われるのは監獄って言われます。まあ、めちゃ芝監獄言ってた人。卒業が大変。卒業大変。それは彼だけです。あ、そうなの。そう、慶応薬学部大変エピソード。研究室は休みが短すぎて。研究室が忙しい。二人の研究室はどんなことする研究室なんですか。ガン。ガンについて。ガン免疫系の研究。キャンサー。お、キャンサー。いや、英語でしたね。その休みが短いってのはどういうこと。夏休みは10日。夏休み10日。普通は2ヶ月なのに10日。やば。休みたいですとか旅行行きたいですとか通らへんの。通らない、ね。え、なんでガン培養しなきゃいけないかな。培養しないといけない。まあまあ見とかなあかんってことね。はい。あとなんか悪かったことを聞きたいですよね。はい、イメージと違ったら。実習ですね。実習、はい、なんか薬剤師の卵として、うん、薬局に3ヶ月実習に行くんですけど。結構長いな。その薬局の3ヶ月ってそのイメージ的になんか何もしないみたいな。あ、でも暇そうよ。確かになんか立ってるだけな。そうそう、て紙もらってみたいな。まさにそう。1週間学ぶことはあるんですけど、うん、そこからはマジで10週間くらいあるんですよ、うん、何も学ぶことない。最初の1週間教えるのが上手かった人やったんやろうけどね。まあね、ちょっとルーミンのフォローしてます。何でも優しい、ルーミンのフォロー。失礼やろ、薬局にお前。いやいやいや、彼が優秀すぎたって。優秀すぎた、優秀すぎたやろね。何年生。修士2年。え、
M2 慶応薬学部、いいとこ悪いとこ教えてほしいんですけど。確かに、まあ、いいところは、うん、まあ立地がいいんでご飯とか食べる時もご飯とか食べるような美味しいところはありますし、ちょっと嫌だと思うのが、うん、他の大学に比べるとだいぶキャンパスが狭いので。狭い。あ、なるほど。慶応って言っても、うん、薬っていうと薬あったっけみたいなのがあるのが。いや、空気扱いされてます。芝キャンパスは俺らも知らなかった。あと何かあります？慶応薬学部のちょっとマイナスというか。来年からの通算が追加されて。あ、そうか、そういえば入試変わるんか。そうだ、そうや、そうや。僕らそうだ、自分たちはいけるんですけど。え、なんでいけんの？国立志望、京都志望で。京都志望で。あ、京大、京大薬学部落ち、落ちて東京の方まで。京大広いよ。本当にいいさ、本当に。あの、医学部。あ、医学部崩れ。どちらの医学部？千葉の医学部。あ、千葉いい。ドラゴン崩れ。ドラゴン崩れ。ビューになれなかった、来い。やめろ。え、でもさ、そういう人割といますよね、きっとね。医学部落ち、東大教材落ちが割と。医学部落ちの薬学部。ね、そうです。え、そういう人なんか満足できるんですか？もちろん最初はなんか仮面とかしようかなって、ね、絶対いるよね。はありましたけど、うん、学生生活していくにつれて充実したキャンパスライフ。なんか研究内容とかも近いもんね。あ、そうです。あの、医学部もどきの研究生いっぱいある。やめろお前、もどき言うなお前。ちゃんと住み分けてます。住み分けがあるの ね、はい、ね。で、俺ちょっと今日のインタビューで一番ビビったのは、薬剤師にならへんっていうのを一番ビビったんやけど。あ、確かにね、うん、ね、それリアル。薬剤師になる人はなんでだ。少数派に薬剤師なんか手堅そうや。慶応ブランド持っちゃったから、おお、まずこれ使って民間で稼ぎたい人が多い気が。なるほどね。河野玄斗パターンね。社員ならずに民間で稼いでらっしゃる河野玄斗パターン。いやいや、時がちょっとちゃうけど。ちなみに何系の会社に？ね、コンサルティング。おお、さ、6年間の研究無駄。医療系のね、コンサル会社にコンサルティングとかね。薬品系行ったりとかできるってことでしょ。数字を分析したりとか。わからんけど、浦和キャンパスになんかでっかいなんか薬学部の施設あるやろ。そんなん作らんとコンサルファームつけやめろ。確かにな。というわけでやってきました慶応薬学部大特集。はい、おもろかったね。ね、まあ、慶応の薬学部存在感があれでしたけども、なかったけど、まあ、やっぱりしっかり私立トップとして君臨しました。そうね、私立薬学部トップと一面もあれば、はい、公立落ちが多いという一面もあれば、ね、結構いろんな就職先があるとか、はいね、忙しいとか運動会があるとか、はい、結構情報てんこ盛りで面白かったんちゃうかなと思います、はい、ですね。なので、まあ、薬学部ね、今まで考えなかった人も、はい、ぜひ選択肢を一つ入れてもらえたらいいんじゃないかと思います、はい、皆さんチャンネル登録、高評価、ツイッターも絶対します。じゃあ今日の辺でバイ。